アップルアップルウォッチアップルウォッチシリーズ5アップルウォッチシリーズ5はアップルが開発販売していたスマートウォッチアップルウォッチの第6世代目にあたるアメリカ合衆国カリフォルニア州クパチーノのスティーブ・ジョブズシアターで開催された2019年9月20日のアップルイベントで iPhone11 と並んで発表された 全モデルからの主な改良点は常時点灯ディスプレイを搭載したことが挙げられる。批評家からの評価はほとんどが肯定的であり常時点灯のディスプレイを賞賛しているが前モデルからの改善点が少ないと批判している。Apple Watch Series 6の発売に伴い2020年9月15日に生産終了となった。Apple Watch Series 5は 省エネノルトポ UKL スクリーンを搭載した常時、点灯ディスプレイと1秒に1回という低リフレッシュレートに対応した低消費電力スクリーンを搭載している。Apple Watch シリーズ4には常時点灯ディスプレイは搭載されていなかった。追加機能として150カ国以上で緊急通話が可能な国際緊急通報、省電力化された S5 プロセッサー。 環境光センサーの改良、ストレージ容量の2倍の 32GB か、コンパス機能が可能な磁力系の追加などが挙げられる。また、先代からなかったセラミックモデルを採用した Apple Watch Edition を復活させ、シタンモデルを新たに2色から選べるようにした。カラーはナチュラルとスペースブラックの2色。発売時から備えている機能で、日本では使えなかったものとして、 心電図計測があるが、ウォッチ OS 7.3から利用できるようになった。批評家は、一般的に肯定的なレビューを与えた。C ネットは4、5のスコアを与え、Apple Watch は最高のスマートウォッチの一つで、あり続けているが、今のところ iPhone のアクセサリーであることで、制限されていると結論づけている。デジタルトレンズは4.5、5のスコアを与えている。ザバージュは9。 10のスコアを与えている。アップルウォッチシリーズ5、フィーチャーズ、リリースデート、プライス、エトセトラ、Q25Mac、2019年9月21日、閲覧。AB スタイン、スコット、アップルウォッチシリーズ5、リビジテッド、スティルザ、ベストスマートウォッチ。C ネット、2019年11月26日、閲覧。アップルウォッチエディション。 Apple Inc. 2019年9月12日閲覧。Watch OS 7のアップデートについて。Apple Support 2021年2月10日閲覧。Apple Watch シリーズ r 5レビュー。A Smartwatch Close to Perfection.www.digitaltrends.com。2019年11月26日閲覧。Bone, Dieter. アップルウォッチシリーズのレビューザ・ベストスマートウォッチザ・バージ2019年11月26日閲覧ありがとうございます